通院した日数を水増しして保険会社から保険金を騙し取ったとして接骨院院長の男性ら2人が書類送検されました詐欺の疑いで書類送検されたのは沼津市の接骨院院長の43歳の男性と長泉町の会社員の40歳の男性です警察によりますと2人はおととし8月から9月にかけて 2回にわたり保険会社から合わせておよそ20万円を騙し取った疑いが持たれています長泉町の男性が一昨年7月ごろ交通事故で軽傷を負い沼津市の男性が経営する接骨院に通院接骨院院長の男性が通院日数を水増しした虚偽の内容の施術証明書などを作成長泉町の男性が 施術証明書を損害保険会社に提出したということです警察によりますと男性2人は容疑を認めているということです